ジャーナリストの長崎をご覧いただきました。いかがでしたか。夢という一つのテーマですが、本当に様々な作品を見ることができました。皆さんもオーディエンスショーの審査員ですので、ぜひお気に入りの作品を見つけてください。では続けて作品上映をしてまいりましょう。次の7作品をお楽しみに。